にちは、赤大好きともがお送りするまったりエアマルチプレイマインクラフト。撮影日は1月8日23時53分。声がカスカスだ。声が出ない。なんでだ。まあいいや。あざっす。あざっす。石レンガを作っていこう。4個。あざっす。4個。トントントン。ここもトン。トントン。B でもう一個 A を作ります。こっちにね。腰で。重いもん運んだからね。腰がピキピキって言って。はっ。あそこまでは、ちょっと大げさだった。はい。A、B でもう一個 A のプールをここに一マス開けて作ると。感じです。なのでね、あ、そう、コメント来たんでね、で、もう一個、これのプールの上に、プールにじゃない、湿地にそぐわない建築物建てていいですかと、景観を損ね兼ねないけど、いいですかって言われたけどね、もちろん OK です。よいしょ。感じで、それがね、それも石、レンガを大量になるかどうかわからないけど、どれぐらい使うかわからないけど、使うということなんでね。だったら、持ってきちゃおうかなと。よいしょ。石をね、石レンガはないけど、マルシは確かいっぱいあったと思うから、やってこようかなと思います。のでね、一旦もうじきね、日が暮れるんでね、日が落ちたら星なんてに乗って行こうかなと思います。ところで、星なんてくん、はい。大量の土を君が持ってるんだね。オッケー。じゃあ、他の必要、すっげえ伸びてる。これだ。よし。多分それだ。お、よし。合ってた。よいしょ。で、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。よいしょ。というわけで、持って帰れるものは、持って帰る。これ一旦焼いとけばよかったな。失敗したな。
焼いといた方が良かった。早かったこれ。ちょっと待って、返して。よいしょ。これです。もうこれ持ってたんだ。すい、すい。ちっと、持って帰ろう。置いていこう。ね。あと、エンチャント。と、あと持って帰るもんなんだろうな。これはいいや。あ、これあんまりね。これもちょっと。あとはなんだろう、何か持って帰りたいな。手持ちがね空いてるから。あいいや、これは持って帰り、ちょっと今までの成果がわからなくなっちゃうから置いとこう。まあ、こんなもんでいいか。ベッドもあるしね。オッケー。そして帽子なんて、シチューを堪能したかい。君は帰ったらお留守番だよ。いや、お留守番しなくていいや。さあ帰ろう、チーズをくれ。さっと、あれ意外と分かりやすい位置。あ、どうだろう、シャンデ知らなかっただろ。ほら、こうなってんだぜ。お前あっちにいる間にな、俺頑張ったんだよ。で、見てみろ、これやろし、なんて。お前のための道を作ったんだ。どうだ。ああ、よかっただろう。ちゃんと通れるところ探しておいたから。ここはね、こう行けばいいから。お前もう泳げるの知ってるか、これ。ちゃんと分かった上でやってるか。こう行って。馬で通ったルートでね、置いていけば、ここの一本が、中心の一本がちょっと邪魔だった。OK。ちょっと。よいしょ。こう、馬で通ったルートに松明置いていけば、今度はそれを辿っていけばいいっていう感じだからね。楽だから。よいしょ。よいしょ。で、昨日ね、結構ほろ酔いだったんだけど、ほろ酔いかなっていうぐらい酔ってたんだけどさなんでか、うん、タバコ、お酒飲みながらタバコ吸うと結構酔いが回るのが早く感じるんだけどさ、それでかなと思ってたんだけど違った。熱湯に入ったからだった。うん、昨日もそこまでの熱湯じゃなかったんだけど、ちょっと厚めのお湯に長時間使った感じ。うん、今日は昨日よりも温度を上げたお湯に短時間使った感じ。おいや、山は遠いな。よいしょ。はい、そう、まあね、今日はね、帰りにちょっと燃料で帰ってきたからね。本当は昨日行かなくちゃいけないぐらいだったんだけどさ。高っ、この白樺高だに、これ松の木並みにあんぞ。いや、ここら辺一体白樺の高さが尋常じゃね。なにこれ、バグバグか、これバグなんじゃねえか、これ。いや、気づかなかった。これほんと松の木ゾーンなのに白樺になっちゃってんじゃね、絵が。これ、これグラフィックは間違ってんじゃない、これ。これ、そうなんじゃない、ほんとにグラフィック間違ってるレベルだよ、これ。これ、そうでしょ。これ松の木ゾーンなんじゃないか、ここ。
何ここいやてかこんなとこあったかっていうくらいのレベル。あらそう、いやどこ、あまあそんなことどうでもいいね。昨日もねランプがついちゃってたんで点滅してて、ね、点滅じゃない点灯しててね、燃料入れてくださいっていう感じだったんだけどね、無視して、いや明日入れけばって言ってね、まあその結果今日行ってきたわけだけど、ルッルル、まあ別にいつ行ってもよかったんです。燃料入れたらさ、いつもだいたい満タンで入れると32リッターとか34リッターなんだけど、今日38リッター入っちゃってた。うん、危ねっつってだいたいリッター1リッター14キロ走るっていうけどさ、上り下りが激しい上にもう 4,5 年乗ってる車だからさ、フィットだけどね。うん、もうそろそろねリッター、俺が買った当初はリッター確か10じゃねえ、リッター20キロ走りますっていう車だった気がする。確かね、記憶が間違ってないけど、だけど、まあ、計算した結果リッター16から14キロぐらいしか走ってないんじゃないかっていう、上りより激しいから。うん、っていう状態でね、残り2リッターっていう、うん、かなり際どいラインだったね。ちょっとこう運転が荒くなってね、信号が青になった瞬間ブーンって吹かしたりね、スピードを出して、うん、信号赤になって結果的にこうね急発進急停止みたいなのが続くと、それだけでもね2リットルぐらい、ね、余裕で変わってくるから。今日はねだから朝からだいぶ安全運転だ、安全運転でね、回転数も常に1500から1000から1500いっても2000ぐらいの回転数でね落としてね。うん、なんかでもね初めて免許取って自分でねアルバイトして食べたお金で一括でバンっつって、これでっつって分かったわけだけど、まあお年玉の貯金とかもあったしね。うん、多少は親にも出してもらったしね、多少ね。よいしょよいしょ、あ、ごめん、よいしょよいしょ。でにしてもね、やっぱいい買い物したなと思うよ、間違いはない、間違いない。これ本当燃費のいい車を買った方がいい。これ燃費の悪い車だったらね、多分俺今日帰りツイッターで止まった車止まったっていうのをつぶやいてたと思うようん、間違いない、これ間違いないね、これよいしょ失敬ね、無事帰ってくれてよかったね。あれよいしょ、あ、そんなうまそうだ。ごめん、お前2段飛べないんだったら。ごめん。フィリップは2段飛べるんだっけ？飛べないな。よいしょ。ヤノバで日の出、日の入、あ、下ろして。お前ちょっと、お前ちょっとめんどくさいな。よいしょ。あ、おいで。お前なら飛べれ。ダメか、じゃあいいや、そこにいなさい、ちょっと怖いな。まあいいや、
これは意識系だから持ち上げとこ。そこ入っちゃダメ。そこ入っちゃうと困る。この辺入って。で、丸石をどんどんもらっていく。はい、はいと。おやすみなさい。おはようございます。まあ、粘土はここに入れとこうかね。スレンボールさん持って帰ってきてたら、あら、気づかなかったわ。で、石炭。はい。どうぞ。これ木炭だな。一個木炭があるぞ。これは持っていく。端数、あ、あるね、やっぱり。これ持っていくし、これは、俺がいつも使う形式ですね。エンチャントの本とかってどこしまった。こっちとりあえず入れとこうか。じゃあ、一気ダメージ速に。3だったらよかったと思うんだ。はい。んで、もうちょっと。おしゃんて。危ないとこだった。あっち。フグはなんだい、これ嫌がらせかい。あ、全部取れた。軽くなっただろう、私なんて。ちょっと待って、ね、ちょっと何この汚いな。ぐちゃぐちゃしてて嫌になっちゃう。OK、こうしよう。こうして。こうして、土も確か大量に必要だったような気がしないでもない。土はね、いくらあっても足りないぐらいだから。何をするにしてもね。これでだいぶ綺麗になってね。あ、これもいける。うん、作るのを想定して、もう全部もらっていっちゃおう、これも。丸石くんは。言いません。で、せっかくだこれも川遊び式作っちゃってもいいんだけど、まあ1ヶ月に。あと何か必要かな。松明がないな。入ってないよな。ちょっとお城行こう。お城に行こうと思ったけど、お前焦ると大体いいようしてしまうね。これどうしたもんかね。これまあ端っこもくれないか。フィリップでここに入ったことを後悔している。なんでだ、なんで超焦るからやめて。それほんとマジで、ほんとマジでやめて。それ超怖い。なにここ超怖い。痩せる。やっちゃ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 。マジ痩せる。これこれマジ痩せる。死ぬかと思った。よし、満腹らしい。こういうとこフィリップだな。フィリップと皇帝だろうし、なんて疲れただろう。休みなさい。お前の背中に、このお前の背中じゃない、ごめん、お前は休憩する。フィリップの背中に一旦丸石を預けて、ここを飛んでくれ。あれ、おじなんて、あ、
そうだよね。びっくりした。まあ、いつもどうやってここ越えてたっけと思って。フィリップ。パス。行くぞ。お前は確か2段ぐらい飛べないな。湿気。あんま咳込むとカットする場所が増えるから嫌なんだ。お前こんな感じ。野菜。待ってろ。俺がやつを倒してきてやるから。あ、クリーパーさんはまずい。あ、クリーパーさんはまずい。あ、乗りたくない。今は乗りたくない。よっと、もういいか。ちょっと高い位置からクリーパーさんを先に排除して金ピカ装備をいただく。中央までかけようって言って中央でやつらを倒す。今の連鎖ができるか。はっ、あ、昼間か。 OK、 どうするか。矢を探しに行くか。矢を探しに行こう。アミさん、アミさん、ごめん、なんか矢とか入ってないから。骨か。なんもねえな。なんもねえな。これどうしよう。あの金ピカ装備欲しかったな。いやー、もうここまで来ちゃったから脇変わってるでしょ。ねえ、お高いんでしょつって。びっくりした。お前何してんだこのとこで。開いてるよね。あれ、ベイスト脇変わってゾンビいなくなった。ゾンビじゃねえ、クリーパーいなくなって言ってよ。こら、ちょ待って、バインがいる。あー、まずい。あ、死んだ。逃げのルートが悪かった。死んだ。こすって出れれば。あ、しかった、勝った。俺の勝ち。はい、4つ。ふぅ、私に歯向かうとどうなるかをな、その身をもって知るがいい。クラクラにスネオ、スネアタック、スネアタック。どうだ、痛いだろ。スネオを攻撃して、ひたすらスネオを攻撃して、スネオを攻撃しつつヒットの上、ヒット。ちょっと待って、クイーパーを常にこっちに引きつけといて。燃えてしまえ。これも全て作戦のうちだ。場所が悪かったな。よいしょ、フィリップだとこっち来れないから一応。ただ問題はフィリップが戻った瞬間燃えてないかっていう恐怖。ついでにね、ソルシエルがどう。古い方、ああそうだ、ああもうマジな、焦った今。ソルシエルいなくなっちゃったと思った今、超焦った。
った混ぜちゃったみたいな思っちゃった混ぜちゃったって思っちゃったら違った丸石がいっぱいあるけどこれはちょっと途中の町で作るやつとかこれせっかくなんでいただいていいですかこれこれこんなせっかくだから使えそうなものといったらこのぐらいかねできればもう一個あるか欲しかったねあとはスライムボールもいいしなんでスライムボールあるんだこっちにっていう一つの疑惑はあるけどまあいいでしょうお兄さんお兄さんほらあ違うはいこれでお揃いになったでしょこれはいただくあ、出た胴長じゃない胴が短くて足が長いんでうんあとここでもらえもあのもないかなもうないかなこれはいはいはい26本に回復おやすみなさいおはようございますよいしょ。あ、出ちゃった。ああ。若干、酔ってきた。何？まあいいや。うん。こうしてる間にもね、寝てる間に何回かお酒を飲んでる。ビール2杯目をね、飲んでるからまだ。まだ、飲んでるから。うん。昨日も一昨日もね、飲んでたんだけど、途中で眠くなっちゃった、つってね。うん。飲み終わって寝たつもりだったんだけど飲み終わってなくてね出せるかよナイスクモナイスクモありがとうありがとう俺に越してやるえいせっ何ノールックで打ち上がったやるじゃないかはっヘッドショットだったこれはもらえないからもらえないなそうだあの人何か大遊びしてんだなんでって思ったけどそうだ裏見どころもあったんですよいしょよいしょダイヤの兜が出たらねあの人の金のヘルメットを僕がいただくんだけどそういう約束をしてるんだねあと持ってくのないかなとりあえずそしたらエアマルチプライの続きをしていこうそっちから行けないお前なんでそこに入ってんのああ積んだあ積んだこれあいけるよいしょいってまあマンチで受けるしかないよねそこのフェンスの中入っちゃったんだもん血はもうそんなないもんなまあいいや。うん、松明がね。松明ないなって思ってね。まあまあまあ、しょうがないね。ごめん。でもお前は大丈夫だ。知っている。あ、違うね。ここにあるのをここに入れようとしてシフトをしながらやるとね、馬の背中に入っちゃうんだ。でもいいよね。スピードを維持したまま、こう、食べられる。食べながら走ると遅くなっちゃうんだけどねやっぱ馬っていいよね頼れる相棒っていう感じよいしょうんうんしまったなもう2回寝たってことはあと1回寝たらと思ったら時間が来てたあともう一回寝たら時間かなとか思ったらもう時間だったせっかくねごめんなさい今日もコメントするの忘れちゃったとかね昨日おとといとそういう流れがあってね今日ようやくコメントをくれてたんだけどねできなかったでもまあ戻ったら丸石が焼けてるだろうし今俺が持ってるものを持っていけばうん
りなかったら、ね、もし足りなかったとしても足りるし、まあ、いらなかった、まあ、かっくん、こんないらなかったとしてもあれだよ、まあプールの上に作りたいって言ってたね。建築物の材料になるんじゃないかな。うん、多分足んないかな足んないかな。これ足りるよね。足んなかったらまあね、プール下におそらく洞窟がもう一個ぐらいあるんで、変な位置で声がしてるからね、おそらくまだ湧くポジションがあるから、それを探すためにね、家の地下から掘ったあの洞窟をもう一回突入してね、あっお前ジャンプよくあんな、うん、で掘り進めればね、またマルシーは集まると思うから、うん、そうだね、そうすれば足りるかな。あれかな、話せなくなっちゃった、うん、正直どういうイントネーションだったか覚えてないかな。あ、それだ、うん、気に入って何回も言ってたからね、自分で言ったセリフを自分で気に入って連呼するっていう、うん、ちょっと頭の方がちょっと大丈夫かなっていう、そういう状態になっちゃったかな、これ。土を置いてたけど、そういう時は砂利を置いた方がね、火打ち石をゲットできるっていうか、まあ砂利を置いてそのシャベルで取れば火打ち石になるわけだから、まあ全部が全部なるわけじゃないけど、うん、たまにそういうところでね使うことによって、たまにっていうかね、そういう時に砂利を使うことによってね、火打ち石をねどんどん集めていけるんじゃないですかと。そうすればヤーンもね常に補給されると。火打ち石さえあればこんだけの量の木がいっぱいあるしね、ちょっと火打ち石さえあればっていうのを噛みかけたけど、いや噛んでたけど、ほぼダイビン、お前ちょっとまあまあ高かったな、お前ダイビン、ごめんな、そんなお前がそんなちょっと高く飛べるとは思わなかった。まあ2段いけるな、お前フィリップでよかったわ、来て、まあまあお前の方がちょっと足速いもんな、フィリップは脚力に自信がある感じかな、お前ほら、こ連続ジャンプ、連続マックスジャンプ、連続マックスジャンプ、すごいでしょ、リズムに乗ればフィリップの力を常に最大限に発揮して走るっていう、あれつくと思ってたけどな、よいしょよいしょ、あれよいしょ、これは右だな、通り過ぎたわけじゃないな、そろそろこの辺にある松明をたどっていかないと通れなくなると思う、まあ、通れるには通れるけど、間違いなく通れるルートを通ってきた、これをこうだな、多分こうだな、でこうでこう、ほらでこう行って近いな、あ取ってない、 OK、 はい、でジャンプ、そしてジャンプ、そしてジャンプ、 OK、 はい、もう一回ジャンプ、さらにジャンプ、 OK、 これはこっちだ、騙されないぞ、でこうロシなんてだったら通れなかったけどな、
よいしょ。ローダ・フィリップ新天地へようこそ。だ村にいないだろう。こっちでこうやって一人で頑張ってたんだぜ。これを見てくれればね、こっちでどんだけ頑張ってたかフィリップお前にも伝わるはずなんだ。だたまに村帰りながらだけど、たまにこういうことをしてるんだぜ。よいしょ。あ、違う、下ろして。え、ありがとうね、フィリップ。しばらくそこで待機。あ、そこで待機だ。失礼します。入ってる。一マスにした。入ってるね。なんで割っちゃった。はい、はい、もっと増えて、はいはいはい。全然減らなかったね。すっごい連打してるんだけど。とりあえずさ、掘ったってか植えたたち、ここに一旦タイマー置いとこう。ここで湧いちゃうとさ、せっかくプール作ったのに意味なくなっちゃうから、拡張するにあたってね、一応は足場は作ったけど、あれ邪子じゃねえ邪子ってなあれ、砂利で作った。ということで、もしかしたらね、もう先に宣伝しておくと、次回スライム対応脇まさかの展開、こうきたかんだ。ダメだ。なんかそうやって盛り上げとけば湧いてくれるかなって思ったんだけど、あのプールいっぱいにスライムだらけだって、緑のプールっていうね、題名に次回ね願望が強すぎたかな。というわけで今回もここでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上が大好きともかお送りいたしました。バンネ。